お、何か作るのか？まあちょっと検証も兼ねてウサギ小屋を。ウサギだって？お、おいまさか、霊の凶暴なウサギじゃないよな？そうそのまさか。これだけ囲えば放し飼いもできるかなって。簡単に脱走できそうだけど大丈夫？いける。あれ、この子ハマってる？あ、あっ、脱走しちゃった。そりゃ逃げるよね。さすがキラーバミー、なかなかやるな。いやただのあなたの設計ミスです。やっぱりここに野放しは危険だね。一バグで外に出られても困るし。だから今のはただの脱走だけどね。やっぱりもう少しモンボの中でおとなしくしてもらおう。はい、ということで、今日こそサバン中ジャングル見つけるまで帰れません。それは頑張ってほしいけど、霊の凶暴ウサギはどうするの？あの子は専用スペースできるまで待機かな。専用スペース？いつか仲良くじゃれ合えるスペース。それただのド M じゃない？そうとも言う。さあ出発、今回はバニーちゃんの遺跡のさらに奥を探索するよ。あと今回は絶対寄り道しません。その石がどれだけ持つかな？むむ、荒廃したポータル発見、お宝もらっていこう。3秒も持ってないじゃん。いやーこれは寄り道じゃなくて、義務というかなんというか。まあお宝は気になるけどね。そうでしょうそうでしょう。あとチェストの手前にマグマがあるから、落ちないよう気をつけるよ。いやー、そんなピンポイントで落ちることある？チェスト遠いしか見てなかったー。どうしよう。まず近くの水でしょうか。とりあえず回復。あーすぐ下に水があったんだ。この人ほんとチェスト遠いしか見えてないじゃん。違うから、これは寄り道じゃないから。わかったわかった。あと別に足も踏み外してないから。それは違わないね。あー。さあお宝チェック。お、エンチャントシャベルだ。しかも幸運きたー。これで食料調達の効率が上がっちゃうね。で、早速寄り道しちゃったわけだけど、ここからどこに向かうの？よ、寄り道じゃないよ。あとやっぱりこういう時は高所から確認だよね。さあ、サバンナはあるかな？ないですね。あとなんか燃えてる。あれは見なかったことにして、むむ。なんか立派なお家があるんだけど、これは確実にダンジョンとかではなさそうだよな。そうだね。となれば見に行かないとね。また寄り道だ。ん？フード&ホスピタリティ？え、ここって病院なの？多分違うと思います。なるほど、レストランってこと？にしてはちょっと薄暗いね。おお、2階は明るいみたい。あとなんか特設ステージみたいなのが。これがおもてなしってこと？お客さんはいないけどね。そうだった。気を取り直して、今度こそサバンナとジャングルを探そう。おっおっ、雪山っぽいもの発見。サバンナでもジャングルでもないんですが。だって、前回雪山でハエさんしか見つけれなかったんだもん。あれあれ？前哨基地だー。おーれまた寄り道です。でもなんか様子が違うような。ほらやっぱりなんか違う。村人？え、もしかしてあれ前哨基地じゃないのかな？ということは調査しないとだよねー。まあ村人もいるならこれもダンジョンではなさそう。ベテランズリタイアメント？定年退職ってこと？定年かー。まあ確かに見た目は定年してそう。ちょっと失礼かな。そんなことより、こんな建物にいるくらいだから、ひょっとして特別な役職だったりして、ウェイストーン作ってくれる人だったりして。さあ、村人の役職はいかに？ニートだー。定年退職、看板に偽りなしだな。ニートの巣窟ってこと？巣窟も何も二人しかいないけどね。ここで働かせてください。という冗談は置いといて、チェストのお宝もいただいたからサバンナ探しに戻ろうか。ニートから奪ったのか。有効活用と言ってください。ちなみにお宝は食用とこのクロスボウでした。おお、クロスボウか。実はまだ使ったことないんだよね。嘘でしょ？それ 1.14 で導入されたんだけど。おお、撃てた。なるほど、一度引いてからじゃないと撃てないんだね。これ別に弓でいいのでは？ロマンです。その後も寄り道しない発言が嘘のように、がっつり寄り道ばかりする霊夢。果たして今回サバンナを見つけることができるのだろうか。見てマリサ、栗だよ栗。おお、ほんとだ。ちょっとタケノコっぽい気もするね。まさかそれお菓子のやつじゃないよね。タケノコ派です。そして栗っぽい猫ちゃんも発見。ただ茶色いだけ。これはぜひとも仲間にしたい。どうもうちのマロンちゃんです。めいめい発車。名札は帰ってからだけどね。じゃあサバンナ見つけるまで無理ってことか。それはどうだろう。帰る気だよね。お、こんなところにも祈りの石像が。これもウェイストーンみたいに再設置できるかな。再設置できる祈りの石像ってどうなの？細かいことは気にせずに、どうやら回収は可能みたいだな。お、祈りも大丈夫そうだね。そういうことなら丸ごと拠点に移設しよう。なんか悪目立ちしそうな予感。ということで祈りの石像ゲット。小さくなって可愛い。あ、でも最初の前掛けありの方が可愛いかも。ぜひ帰ったらつけてあげて。うんうん。さあ今度こそサバンナ探すぞ。あ、諦めてなかったんだ。全然諦めてないよ。今度こそ寄り道せずに探検。むむむ、デジャブだな。何あれ何あれ。Q
中、なのか？あんなのお宝あるに違いないよね。でも、あそこまでどうやって登るんだ？そういうことは言ってから考えよう。寄り道するんですね、わかります。むむむ、今度は何？なんか茶色い動物さんも発見。これは、セイウチさんかな？いや、セイウチにしては小さくないか？だ、確かに、牙もなさそうだし、アザラシさん。それにしても、これ、何やってるんだろ？日光浴とか、干上がったりしないの？大丈夫なの？見た感じは全然大丈夫そうだけどな。まあ確かに元気にぴょんぴょん跳ねてるけど、跳ねさせてるの間違いじゃないか？あと全然敵対してこないっぽいな。それじゃあ図鑑チェック。ふむふむ、アザラシちゃん。やっぱり日光浴してたのか。お、しかも非常に熟練したスイマーだって。そしてさらに魚を3匹あげると、オウムガイを持ってきてくれることもあるらしいぞ。すっごく優秀。早速試してみようか。攻撃の前に、やっぱり熟練スイマーの泳ぎが見てみたいよね。無理やり水の中に。さあどうだ。おっお、泳いでる泳いでる。思ったより滑らかな動きだな。日光浴してる姿からは想像もできないね。砂の上でポテッとしてたからな。あと撮影しやすいよう円形で泳いでくれてる。それはたまたまだと思う。熟練者の泳ぎも見たところで、お魚攻撃といきますか。生魚を3匹だな。お、もしかしてアイテムを探しに行ってくれるの？まさかの現地調達。てっきりピグリンみたいにその場でアイテムくれるのかと。取れたてほやほや。ってこと？おお、掘ってる掘ってる。さあ私に希少なアイテムを持ってきてー。お、どうやら見つけたみたいだな。オウムガイかな？いや黒いアイテムっぽいような。黒いアイテムってまさか、イカさんのあれじゃないよね？どうやらイカさんのあれみたいです。そんな、頼むよアザラシちゃん。はい、ということで、お魚3匹がイカスミになりました。ちょっぴり赤字？可愛かったからプラマイゼロ。そうだね。はい、アザラシちゃんゲット。一匹でいいのか？ふふふっふふ、一匹なわけないんだよな。なるほど、後輩用に2匹ってところか。ボールが3つだと？まだまだ。全員ゲットしてるじゃん。だって可愛かったんだもん。これで拠点の水族館が賑やかになるね。シャチはアザラシの天敵だけどね。なんならアザラシはロブスターの天敵だけどね。あのトライアングルかな？まあそれは帰ってから対策考えるとして、まだ帰れないよ。え？サバンナもジャングルも見つけてないだろ？ああ、サバンナね、それは次回見つけようかな。サバンナ見つけるまで終われないだろ。見つけるまで終われないなんて言ってないから、見つけるまで帰れないだけだから。へりくつ、あとボールに隠れるな。まあ、どっちにしろまだ帰れないよね。うん、まだ気球も調査できてないし。あ、忘れてた。忘れないで。まあまあ、気球は次回忘れず探索しよう。今回たくさん仲間増えたし満足かな。定年退職のニートにも会えたし。もうそれニートじゃないのでは？ということで、次回こそ絶対サバンナ見つけるぞー。